前なんだ。おお、なんか来てよ。あなたの目嫌いね。しんど、まだまだ。なめんなよ、ジャコ。逃げるなら今のうちだ。ほら来いよ。ほら来いよ。とっておき。俺の番だな。ぶっ飛ばしてやる。ジャコが。どこだ。殺せてやるよ。逃げるなら今のうちだ。俺の番か。舐めないでくれる。やってやろう。やってみろ。ほら来いよ。とっておき。見てろよ。やめないでくれ。どうしてやる。やってやるぞ。なめんなよ。どうしよっかな。おわおわ。ビビってんの。よし、行くぞ。やんのか。やんのか。雑じゃねえ。とっておきだ。这一下就没问题了。ビビってんの。おい来た。ほら来いよ。とっておき。見てろよ。やってみろ。しんどいな。やってやるぞ。態度でかいね。行くぜ。なめんなよ。とっておき見せちゃうよ。よし、ヤキ。ちょっとしんどいな。またいい女になっちゃった？いい運命じゃねえな。なんだ？何見てんだ？お、なんとくれ。やるか。やめんな。あ、ほら来いよ。見てなさい。逃げるなら今のうちだ。ほら。俺の番ね。してみろ。なめないでくれ。とっておき。ほらほら。するかね。やってやろう。やってやるぞ。いい加減な。来いよ。おい来た。いい変化だったな。入れるか。4人だ。失礼ですが、どなたかのご紹介でしょうか。紹介？紹介なんてねえよ。ただ通りかかっただけだ。申し訳ございませんが、当店は会員制となっております。他のお客様もしくはホステスの紹介がなくては入店できません。会員制？どう見たってそんな高級には見えねえんだけどな。あなたからどう見えるかはさておき、
会員でない方はお通しすることはできかねます。じゃあ今ここで会員にしてもらえねえか。それもできかねます。それにそちらの方は警察関係の方でしょう。なぜそう思う。私も伊達にたくさんの方を見てきたわけではありません。何か私どもを疑われているのですか。不法滞在者の雇用を疑ってるってことか。そんなら心配ねえよ。俺たちは誓って殺でも入管でもねえ。そうですか。とはいえ決まりは決まりですので例外を認めるわけにはいきません。お引き取りください。ちょっと待って、ホステスの紹介があればいいのにね。そうですよ。あなたの知り合いが当店で働いているんですか。いないわよ。でもこういうケースならどうなの。私がこの店のホステスになる。そしてこの人たちをお店に紹介する。これでどう。はぁ、ね、当店は中国パブです。ホステスは全員中国人か中華系に限定していますので。私生まれは日本だけど両親は中国なの。だから私は中華系日本人ってこと。ここで働く権利があるはずよね。本当ですか。何よ、あんたただのボーイでしょ。疑うっていうの。いえそういうわけでは。分かったわよ。じゃあ私がここの店長に話しつけるわ。ついでにここのボーイが私のアイデンティティまで疑った挙句門前払いにしたってクレームさせてもらうし。待ってください。わかりました。とりあえず店長に話してみます。ただし退入できるかどうかは面接の結果次第ですので。わかってる。早く案内して。おい、マジで大丈夫なのか。敵のアジトみてえなとこだぞ。何も起きねえとも限らねえし。あんたたちは命がけでやってくれてる。だから私も私でできることはやりたいの。大丈夫だからやらせて。わかった。無茶すんじゃねえぞ。任せて。私が何年キャバ嬢やってると思ってるの。じゃ、うまくいったら電話するから。あんなんでうまくいくか。あいつをさっちゃんを信じよう。おう、いらっしゃいませ。
ありがとうございました。やめんなよ。これで。
ってこいよ。行くぞ。ほら来いよ。ほい来た。かかってこい。やってみろ。来なよ。してみろ。見てろよ。直してやるからな。怖いの。ありがとよ。俺の番だな。やんのか。ダメ。ダメ。どうするかね。やってやろうじゃん。ビビってんのか。俺の番ね。なめんなよ。来なよ。よし、行くぞ。誰もいねえのか。おい、すんません。なんか用すか。バットを直してくれるって聞いてきたんだけど、あんたここの人？はい、サワスミレッス。こう見えても一応ここの工場長なんすけど。工場長？こんな若い子が？え？若い女が工場長じゃ不安すか？いや、そんなことねえけどよ。で、直してほしいっていうのはこのバットっすか？確かにかなり長期間ほったらかされてた感じがする。結構錆びてるし。まあ広いもんだからな。でも大事なバットなんだよ。ん？っていうか、もしかしてこのバットって勇者シリーズ？え？なんだそれ。製造元の倒産で一時期しか製造されなかっためちゃくちゃレアなバットっすよ。まさかお目にかかれるなんて。すごい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 ！ぜひ私に直させてください。今回は特別無料でいいですから。え、本当か？ええ、こんなレアなものをいじれるなんて修理工妙理につきますもの。ぜひにぜひに。ありがとうよ。よっしゃ、じゃあ早速作業に入ります。よっしゃ、行くぜ。ここをこうして、よいしょ。じゃあできた。すげえ気合だな。私元ヤンなんで、何でもかんでも気合入れたがるんすよね。それより、はい、これお待たせしました。すげえ、新品みてえにピカピカになってるじゃねえか。それだけじゃないっすよ。これからなるべく傷まないように特殊なコーティングも追加したっす。以前よりも硬さも丈夫さも向上したはずっすよ。ありがたく使わせてもらうぜ。すげえ腕前なんだな、あんた。ま、修理の腕は自信あるんすよね。経営の腕の方は辛口なんだけど。そういや、ガランとしてるな。経営あんまりうまくいってねえのか。あんまりっていうか全然。今のご時世、服でも物でもちょっと壊れたら捨てて新しいものを買うのが当たり前っすから。修理工なんて入らないんすよ。
それにうちは前の工場長、私の父親がダメ親父で、遊んで借金作ってその返済に機材の大半を売り払っちゃったんす。だからここに残ってるのは売れ残りのボロ機材だけ。そうなると受けられる仕事も限られちゃって、どんどん受注契約もなくなっちゃって。そうなのか。でも私はこの仕事が好きだし、ここも大好きなんすよ。この工場を始めた私のじいちゃんはすっげー腕利きの技師で、死んじゃった今でも私の憧れで目標なんす。そんなじいちゃんの思いが詰まったこの工場をなくしたくない。だから親父が放り出した後も一人でなんとか頑張ってきたんすけど、そろそろ限界かもしれないっすね。もう今の時代必要とされてないのかもしれない、修理工もこの工場も。あのよ、俺今がどういう時代なのかよく分からねえけど、こんないい腕と情熱持って頑張ってんだ。今はどん底でもきっといつかうまくいくんじゃねえかな。え？まあホームレスから抜け出したばっかりの俺が言っても説得力ねえかもしれねえけどよ。でも少なくとも俺はこれからもこの工場であんたに頼みたいと思ってるぜ。それは忘れないでくれよな。熱い人なんすね。今の時代珍しい。お客さん、名前は？春日一番だ。春日さんか。さっきの言葉が本心ならまたいつでも来てくださいよ。バットだろうがなんだろうが新品以上にしてみせます。ただ次回からは金取らせてもらいますけどね。ああ、もちろんだ。よろしく頼むぜスミレちゃん。わかった。
新感じ。よいしょ。しゃあできた。なかなかいい感じっしょ。片付けるかね。任務完了。
ガニじゃねえか。なんでこんなとこに。川から上がってきたのか。このまま車に轢かれるのもあれだし、戻してやるか。そんじゃ元気でなっと。おお、わしのナンシーが。え、ああ、もう姿が見えん。愛しのナンシーが行ってしもうた。おい、もしかして今のザリガニあんたのか。ああ、あいつはわしが手塩にかけて育てていたザリガニのナンシーだ。適度な運動が大切なんでな、たまにこの辺りを散歩させておったんじゃ。ナンシーはわしにとって希望とも言える存在じゃったのに。ナンシー、悪かったな、じいさん。まさかあんたが大事にしてたザリガニだなんて思わなかったからよ。いや、あんたも悪気がないのは分かったよ。それに目を離したわしもいけなかった。もうナンシーの姿はどこにも見えん。残念じゃが、諦めるしかないようじゃな。じゃあわしは帰るとするよ。あんたも気にせんでくれ。じいさん、ちょっと待ってくれ。あんたのナンシー俺が捕まえてくるぜ。どうしても気になっちまうからよ。うん、そう言ってくれんのは嬉しいが、できるかな。まあやれるだけやってみるさ。そうか、じゃあ頼むとするかの。わしはホームレスの海老原っちゅうもんじゃ。もしもナンシーを見つけてくれたら、桜川通り沿いに来てくれ。だいたいそこにおるでな。わかった。俺は春日だ。ナンシーを捕まえたら連れて行くぜ。ナンシーは背中にある大きなバツ印の傷跡が特徴じゃ。頼んだぞ。背中のバツ印だな。わかった。まだ遠くには行ってないだろうし、下流の方を探したら捕まえられるかもな。これか？いや、これは
いや。これか？どこだ？これか？なあ。カセナさん、ナンシーは見つかったかの？なあ、ナンシーってこいつだよな。おお、ナンシー、よかった、無事だったんだな。あんた、本当に見つけ出してくれるなんて大変だったろうに。いや、気にするな。もともとやらかしたのは俺たちよ。すまなかったな。それじゃ、俺は行くぜ。ナンシーと仲良くな。ああ、ちょっと待ってくれよ。これから飯にしようと思ってたんだ。ナンシーを見つけてくれた礼も兼ねて、ぜひご馳走させてくれ。え？だが遠慮はいらん。今日はちょうど食材も調達しとるし、食ってってくれよ。まあ、それならご相伴に預かるとしますかね。じゃあちょっと準備するから、これでも食って待っててくれ。あ、なんだこれ、ほうれん草かなんかのおひたしか。なんか筋張っちゃいるが、まあまずかねえな。そうかそうか、それじゃあ大丈夫そうだな。あ、どういうことだよ。いや、その辺に生えとった草をつけてみたんじゃが、ちょっと食えるか不安だったんでな。なあ、あんた見る限り大丈夫そうじゃな。ジジイ、てめえ俺に毒味させやがったな。まあまあ、元気そうだし、ええじゃな。あんたも食いぶちに困ったらこの草を分けてやるからよ。いらねえよ。たく、調子のいいじいさんだな。じゃあ前菜はこの辺にして、今日のメインディッシュ、エビハラスペシャルの調理といくかな。おい、なんであんたナンシーを持ってんだ。何をすっとぼけたこと言ってるんじゃ。だから調理をするんじゃよ、このナンシーをな。
なんだと？しまったか、じいさん。あんた、ナンシーのこと大事にしてたんだろ。おい、大事にしておったぞ。ナンシーは他のザリガニより体が大きくて美味しくなるポテンシャルを持っておったからな。美味しくだと？わしらホームレスにとってザリガニはごちそうじゃからな。散歩をさせることでナンシーの肉体を鍛えてプリップリの食感にさせるんじゃや。そこまで頑張って育てた愛しの食材ナンシーをあんたが川に投げるから悔しいやら悲しいやらで。それを先に言えよ。俺はあんたのペットだと思ったから頑張って探したってのに、まさか食うためだったなんて。そりゃ悪かった。まあナンシーの一番うまいとこやるから機嫌直してくれや。え、こういうのは新鮮さが命じゃからな。それちょっと待った。ん？なんじゃ。もたもたしとると鮮度が落ちるぞい。なあ、そのナンシーを食うの待ってもらえねえか。あ、何言ってるんじゃ。今が一番の食べ頃だというのに。いや、なんかナンシーを必死に探してここまで連れてきたら妙な愛着が湧いちまってよ。え、お前さん正気か。いや、ザリガニを散歩させてたあんたに言われたくねえんだ。しかし困ったな。そうは言ってもわしの口と胃袋はもうナンシーを受け入れる準備が整ってしまったわけでな。このまま引き下がることはできん。とはいえ今のナンシーに匹敵する食い物があれば話は別じゃ。そうさな、ナンシーと釣り合うのは特上寿司折りってところがな。くそ、足元見やがって。惚れた男の弱みというやつじゃ。そじゃ特上寿司折り頼んだぞ。早く持ってこんとナンシーがお作りになるぞ。分かったよ、持ってくりゃいいんだろう。おう、待ってるぞ。春日さん、すまん、今調達中で。早めに頼む。ああ、分かってる。ホームレスの人向けの炊き出しか。本当にありがてえよな、これ。おい、あんた、炊き出しってのはな、ホームレスのためのもんなんだよ。は？いや、別に俺はもらいたいわけじゃねえよ。あんなに見てて死なばっくれんじゃねえ。
待てって違うって言ってんだろ。寺門さん、そこまでにしといた方がいいって。お腹が空いてイライラする気持ちもわかるけど、それより炊き出し並びましょうよ。このアマちゃんが。炊き出しってのは俺たちの生命線だろ。おい落ち着けって。ああ、元はといえばてめえのせいだろうが。危ない。おい大丈夫か。邪魔しやがって。今度こそ行くぞ。ぶっ潰してやる。おいよ、おい来た。ほら来いよ。かかってこいや。おい、お、すみませんでした。はい。それじゃあ。おい。お。
マジか。ありがとうございます。ああ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。骨が折れそうだな。
頭かしわるぞ。負けねえぞ。おい来た。どうした？なめんなよ。見てろよ。応急手当てだ。回復。よし、行くぞ。なめんな。やんのか。見せてやるよ。するかね。ほらやってみろ。来やがれ。どうした？やるか。ダッキー。やんのか。行くぞ。じゃあ俺の番ね。なめんなよ。ほら来いよ。とっておき。直してやるからな。かかってこいよ。サンキュー。俺の番だな。やめんな。とっておきだ。やってやるな。行くぞ。俺の番か。ほらほら。ほら来いよ。やんのか。来やがれ。やってやる。どうした？ダッ！飛んだ！てみろ。おお、おい来た。うっ、してみろ。ザコが。よし、行くぞ。うっ、うわっ、うん。どうするかね。よし、やらしょうだ。任務完了。いらっしゃい。ありがとうよ。いやよ、お前の背中、ありゃ竜か。いや、あれは竜じゃねえ、竜魚だ。あ、竜、俺、まあでも、だろ、いつこの竜、なら、そういやよ。足立さん、今日は持ち込んだカップ酒じゃなく、ちゃんと店の酒を頼んだんだな。うん？ああ、これはお冷やだ。水だよ、水。珍しいな。休館日か？いや、
コンビニでカップ酒を買う金もなくてな。え、そんなに金欠なのか。まあ毎月この時期はいろいろあってな。なんだ、借金でも抱えてんのか。ちげえよ、たかしに金を送ってんだよ。たかし君って確か20年前に誤認逮捕されたくすみの一人息子だったな。ああ、俺がたかしの証言を信じなかったばかりにくすみは誤認逮捕されたんだ。だけど足立さんはくすみを釈放しようと動いたんだろ。それを堀之内が握りつぶした。今さら言い訳したって、獄中で自殺したくすみが生き返るわけじゃねえ。くすみが死んでほどなく嫁も心労で倒れて亡くなった。天涯孤独になった高志は施設へ引き取られてよ。それから俺は毎月高志に金を送ってんだ、偽名でな。偽名？高志からすりゃ俺は親父を無償送りにした刑事の一人だ。そんな人間からの金は受け取るのが拒まれるだろう。そう考えて山田って偽名で送金を始めたんだ。足立さんなりの配慮か。だが見ず知らずの山田さんから金が送られて、たかし君は疑問を抱かないもんか。そこも抜かりはねえよ。山田さんは社会貢献が趣味の資産家ってことにしてんだ。これならたかしも気兼ねなく金を受け取れるだろう。社会貢献が趣味の資産家か。なんか俺涙が出そうだぜ。なんだよ急に。本当はしがない公務員、いや今やそれさえクビになったってのに、事実を伏せてたかし君のために金を送るなんてよ。足立さん、あんた男の中の男だぜ。どうやら春日の金銭に触れちまったようだな。しかし20年送金を続けるなんて本当に立派なもんだ。まあ高志の生活費の足しになればと思ってよ。しかし給料をもらってた警察時代ならまだしも、今となっちゃ足立さんも相当大変なんじゃないのか。まあな、そいつは否定できねえ。高志君だって今やいい年だろ。25だ。もう送金がなくても自立できるんじゃないか。それが高志は司法浪人でな。司法浪人ってことは、高志君は弁護士を目指してるのか。ええ、その通りよ。高志から月に1回送金のお礼や近況が書かれた手紙が届くんだ。あいつ昔から弁護士になりたいって書いててよ。冤罪で逮捕された親父さんのことで思うところがあったのかもしれないな。ええ、だからこそ俺は高志が司法試験に受かるまでは援助を続けようと決めたんだよ。だけど司法試験ってのは大変なんだろ。ああ、高志も大学生の頃から挑戦してんだが、なかなか苦戦しててよ。今は最低限のバイトと俺の送金で生活しながら、ほとんどの時間を勉強に充ててるらしい。高志君、受かるといいな。ああ、今年あたりは合格してほしいもんだ。足立さんにとっても送金はかなり負担だろうしな。まあ正直な話それだよ。何年も司法浪人されちゃ俺の懐がたまんねえ。なるほどね。足立さんが金欠な事情がよく分かったよ。応援したくなっただろ俺のこと。そりゃ応援するさ。じゃあ一杯ごちそうになっていいな。なんだよ、ちゃっかりしてるな。応援してくれよ酒で。分かったよ、今の話聞いて断れるわけねえしな。マスター、注文いいか。
よっしゃ歌うぜ。
ありがとうございます。ありがとうございます。なあ。いえ。Thank you.
ありがとうございます。
見てるだろ。殺すぞ。あれやるぜ。俺の番ね。来てみろ。行くぞ。ほら来いよ。やってみろ。俺の番だな。やんのか。Heh.